どうも大之助です。今回のテーマは効率的勉強法。その中でも独り言は学習効率を高めるよということについて解説していきます。というのも、まあ皆さん普段独り言を言うタイプですか？まあ僕の話を聞いているような人って僕と同じように学校で友達がいなくてブツブツと独り言を言っているような人たちが8割ぐらいだと思うんですけど、まあそういう偏見はさておいて、実はその独り言って学習効率を高めるために非常に効果的なんですよね。だからまあ周りに人がいないのであれば、自分の部屋の中とかで積極的に独り言をしていきましょうねという話なんですよね。で、じゃあどういう独り言がいいのかというと、まあその教科書を音読するとかでも別に効果的なんですけど、他にも、まあ本を読んでる時とか教科書を読んでる時、自分の、数学の問題とか解いてる時に、まあ大きく分けて3つの音読、独り言の方法が効果的なんですよね。まず1つ目っていうのが実況中継パターンですね。自分が今勉強してる内容とかを客観的に、まあ幽体離脱したような、まあ自分の部屋の中になんか虫とか鳥とかが飛んでて、その自分を客観的に見ているかのような、姿見で見ているかのような感覚で、自分は今苦手な数学の数列のところをやっているぞ、この辺苦手なんだよな、うまく解けるかなみたいな風に実況中継しながらやるパターンとか、二つ目が質問読みですね。自分は今睡眠に関する本を読んでるんだけど、どのところが理解できていないんだろうか、睡眠の質を高める方法について、なんかジャガイモとか蜂蜜とかを食べたら、寝る前に食べたらいいって言ってるけど、なんでこれらがいいんだろうか、食物繊維がいいって聞くけど、なんで食物繊維が睡眠の質を高めてくれるんだろうかみたいな風に、自分の頭の中で理解できてないところを質問として独り言として喋るという方法ですね。で、3つ目の方法というのが要約パターンですね。自分が読んだ本の内容で、自分の言葉で、再言語化するっていう方法なんですけど、自分がその睡眠に関する本を読んでいる中で、そうか、ジャガイモに含まれる難消化性澱粉のレジスタントスターチとかが腸内細菌の餌になってくれて、腸内細菌が酪酸っていう成分を出してくれるから、その結果僕たちの免疫機能が鍛えられて、免疫機能が鍛えられると同時に僕たちの睡眠の質を高めるメラトニンっていうホルモンを出してくれるんだ。だから、食物繊維が豊富なフルーツ類だったりとか、ジャガイモを塩、ジャガイモちょっと蒸したやつとか、他にも蜂蜜だったりとかっていうのを、まあ、寝る前に食べると睡眠の質が高まるんだなみたいな風に自分の言葉でまとめる、こういう3種類の独り言を、こなすことによって、使いこなすことによって僕たちの勉強効率って高まるので、まあ、全然友達がいなくてもそれは別に悪いこと、孤独は辛いかもしれませんが、その一方で別に独り言も勉強効率を高めるのに使えるので、皆さんもぜひ周りに人がいない環境で独り言を使いこなして勉強効率を高めてみてくださいという話でした。ということで今回は以上。